はい、こんばんは、はい、元文春記者チャンネルですね、はいはい、あの僕も松村さんも元文春記者だったんですけど、うん、はい、まあ、他の週刊誌もやっててね、はい、やっぱり週刊誌記者って、うん、あの数が少ないって話は前もしたと思うんですけど、はい、まあまあ多分100人ちょいぐらいしかないんじゃないってことだよね。そうでしょうね、うんうん、すごい希少種で、はい、東大に入るのも難しいって言われてるんですよ人数的なとこだけで比較するとね。そこだけですよ、うん、東大毎年1万人ぐらいでしょ。おー、難しいじゃなくて少ないです。少ない、難しい、狭き門なんです。なりたい人も少ない、狭き門なんです。どうやって入るか、まあ、応募の仕方もわからないみたいな。まあ、最近は公募してるからね。そうですね、はい、ということでですね、はい、あんまり皆さんに共感されない週刊誌あるあるっていう企画を今回は、はい、やりたいと思います。はい、はいはい、チャンネルがいいと思いましたら、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いしますと。はい、ちょっとね、松本さんね、週刊誌あるある、はい、今日揃えてきていただいたと。そう、いくつか考えてみました、はい、まずじゃあ何からまず、うん、出張セットっていうものがあって、うん、もう自分の中で、はい、もう常にいつでも出れるようになっている、うん、もう下着突っ込むだけでいいみたいな。あるある、はい、今でもありますよ。あ、持ってるんですね、うん、準備して。いや、僕はスーツケース玄関にずっと置いてあって、はい、うん、あとだからちょっと入れたらすぐ出れるようにはなってます、うんうん、そうそう、はい、同じような感じです。どれぐらいの大きさなんですか。まあ、飛行機の中に持っていけるようなゴロゴロっていうキャリー、あのサイズ、はい、へえ、ですね。でそれで1週間でも2週間でも行くんですけど、うん、そうそう、なんちっちゃいんで、はい、ちっちゃいので、うん、ね、1週間行けるんですか。もっとちっちゃい人もいるもんね。あ、そうそうそう、女性記者でそれだけどうやって生活するんですかみたいな着替えとかでも足んなくなりますよね。もう途中で洗う、買う、へえ、あ、そうなんですね。っていうのがなんかいきなり事件起きたら、そう、もう今すぐ行ってって言われて、 そんなレベルですか。びっくりする暇ないぐらいですか。ないです。だって帰ってきてまたすぐ行くってもあるし、そうそうそう、結構ね、だからもう置いておきます。僕も今も置いてますけどね、うん、あ、そうですか、うん、まあ癖でね。そうそう、2年前ぐらいに、うん、放火事件が起きたんですよ、うんうんうん、大阪で精神病棟、うん、精神病のクリニックで放火が起きたっていうのがあって、うんうん、でも今すぐ行ってくれって言われて、うん、でそれを持ってもうすぐ走ったんですけど、うんうん、私その時に、うん、新幹線に乗って大阪に降りた時に、うんうん、自分の足元を見たら右左違うスニーカー履いてたぐらいこう急いで出てって、めちゃくちゃ恥ずかしかった。でそこ全然靴屋さんがないんですよ、私の持ち場が。持ち場がで3日間ずっと右左違う靴で過ごしました。おしゃれじゃないですか、ある意味。本当ですか。高さも違うんですよ。なんで大阪まで気づかなかったかっていう。なんか昔ドラマの主人公でバラバラのスニーカー履いてる人いましたよね。それはわざとおしゃれ、おしゃれ、そう思えばおしゃれ頭おかしいですよ、ね、なんか一応スーツケースの中にスニーカーも入れてた。え、すごいですね、うん、あ、そんな入ります。いや一応だから靴も、うん、そのやっぱ自撮りだとね、はい、歩きやすい方がいいからっていうことで、うんうん、一応予備の靴を入れてましたね。あ、おしゃれさんです。おしゃれさんということじゃないですけど、いやじゃなくて、まあ、はい、まあ、よく入りますねと思って。まあ、でもなんかそんな荷物はもうだから基本はもう自分で毎日下着を洗ってたから、うん、まあ、下着とまあ T シャツ何枚かあれば最低限いけるんで、そうです、そうです、普通の靴とはもうそんなもんね、うん、服としてですよね、だからすぐ出れます。すぐ出れます、はい、確かにね、はい、今日まあすぐもう木曜日とかに夕方からもう大阪行ってくるとかそういうのはよくあるんで、ね、ありますよね、うん、そうすると一時家でもうパッキングするよりかはもうすぐ出れるようにしてるっていう感じですね、うん、面倒でもあるし、面倒でもありますね、うん、海外もあるからね、その日から。そうそう、海外もある。海外も行くんですか。ね、基本は行きます。明日の朝から韓国とか、そう、ハワイとかもあります。途中でスーツケース買い直したことあるもんね、韓国で。あ、うん、長くなりそうだから。あ、そう、買い直して。そう、次が二、はい、つ目。1週間のうちいつ心が休まるかっていう話ですね。で言うと、はい、週刊文春は木曜日にプランだし、うん、火曜日に印刷、はい、水曜日が本当は休みなんですけど、はい、そこでプランの準備をするんで水曜日が一番しんどい、うん、ああそうなんですね、はい、そうね、プレッシャーが、はい、あって、で木曜日の午前中に会議が、はい、あるんですね。でお昼ぐらいに終わって、はい、でその次に夕方ぐらいに発注を受けるので、はいはいはい、そこの間の2時間まあね、2時間、まあ確かにね、仕事のこと考えずに済むのね。ゆっくりランチ食べます、うん、ネタ出し終わって会議終わって、はいはい、で誰が
次やるんだろうねって言ってる時間ってこと、そうです、うん、デスクと編集長が会議してる時間がもう唯一心が休まる、あらそうなんですね。やっぱり僕もね、あの先輩記者に言われたんですけど、うん、プラン会議さえなければ、はい、まあ、週刊記者って結構もっと楽しい仕事だねっていう話で、まず木曜日スタートしたら今度まず着地して記事を書かなきゃいけないってプレッシャーにさえなまれるし、それが2週間、ね、やって、で今度木曜日の企画に何を出さなきゃっていうのは結構もうこれで記者の評価でほぼ決まるみたいなのがあるから、はい、こっちのプレッシャーがでかいんですよ。なるほど。そうすると休みは、ま、前休みはもう全然休まらないですよ。休めない。前だって水曜日が唯一の休みって言ったらそんなことは実はなかったんですよ。唯一の休みでも仕事はしてます基本は。だから昼まで寝て、はい、うん、夕方から取材みたいな。そうですね。だって5本なんかないもん。ない。でもそのプレッシャーが全く感じなくていいのが、ね、昼休みの間だけっていうのはもう確かにそうで。そうなんですよ。うん、なかなかのブラックですね。そうですね。だから取材してたらずっと記事のこととかずっと頭が離れないし、ね、そうそうそう、プラン会議明日5本何が出せるかしか考えないから、うん、ノープレッシャーになるのはその本当数時間ですよ。へえ、うん、すごいな。ひどい仕事ですね。本当ですね。少しは改善されてるんですか？されてないんじゃないですか？じゃあここはもうそのまま変わらず。変わらずじゃないですか？でローテ休暇っていうのがあるんですけど、うんうん、あ、はい、そう増えたのか。それが3ヶ月に3日ちゃんと取れるのと、うんうんうん、と1年のうちに1回だけ1週間休みなんですよね。あ、そうか、それはなかったな、はい、そうそうそう、それ有給的なこと、うん、ではなくて、まあでも多分そういうことですよね。本当に1週間休み欲しかったよね。いいですよあれ、うん、土日も休めるんで。やっぱりさ3日休みって木金土が休みなんですよ。で土曜日夜から仕事なんですよ、はい、で結局ここでまたフルで働いて入校しなきゃいけないから、はい、なんかあんま休んだ感覚ないまま1週間終わるから、うまくやらなきゃいけないから、そうそうそう、1週間仕事関係なく休むのが一番いいよね。そうなんです、うん、あれ合併後の時は結構休める。あ、それ1週間ぐらいです、ね、それが1週間夏休みか。あ、それはまた別ですね。夏休み正月5日か3日、3つは1週間休みでしょ。それは1週間ある。1週間それ以外の休みが1週間休みと、特別に自分の休みたいところを1週間取るっていうのが去年からシステムで入って、うん、はい、そうなんですよ、うん、あ、でもじゃあ今のこの時期の合併後がある時期っていうのは本当みんな夏休み取って、うん、休み、はい、そんな時に大事件起こったら本当たまったもんじゃないですね。あ、もうでももう動かないでしょ。いや動いてます、動いてます。合併後後は、いや、じゃあ出た後はね。出た後動いてますよ。本当俺一回も動いたことない。あるあ、そうなんですね。お正月休み返上したチームとかもやっぱあって、うん、あるんだ、うん、俺なかったな、それは。そうなんですよ、うん、ありました、ありました。大変だね。大変だね。大変だね。大変ですね。ポジポジ。はい、次がですね、はい、全然知らない人から、うん、いや、なんか何々さんが松村さんと仲いいって聞きましたって言われます。どういうことですか？なんか多分私名刺交換したことがあるとか、うん、はい、飲み会何十人もいたところで一緒になったみたいな人が、うん、こう実は松村さんと仲いいんだよって言いふらしてる。だからその週刊文春の記者と仲いいっていうのを言いたい人がいろんなところにいるっていうことですね、仲いいって言いたい人がいるんですよ。いるんですよ、知ってるよって言いたい、ね、そうそうそう、で、まあ、悪そうな人もいるんじゃん、そういうの。だそうかもしれないですね、うん、悪そうな人。要は週刊文春でつながってると言うと悪い人は使いたがるんですよ。名刺くれって言うんですよ。いや、人名刺だから。まあ要は。どういう悪が？まあだから例えば企業のスキャンダルを言っちゃうよみたいなことで、今日ブラックじゃない。ブラックじゃない人みたいなね。悪目立ちしたいって人がいるわけですよ。なるほど。僕もね、やっぱりいるもんね。全然知らない人に赤いしって人知ってるみたいなね。名刺どっかで配ってるね。だからね。わかんないけどね。まあでも挨拶されて名刺出されたら こっちもね名刺を出すので、ありますよ ね、 ね。でなんか内部報告書みたいなよくわからない会社のやつとかで、うん、週刊文春がこの件に興味を持っているみたいなのを勝手に書かれ て、うん、そうなんだ、これなんだって思ったら、多分私が何かの時に話をされて、うん、ああそれはいやすごい話ですねみたいなことを言ったのが、はい、あの取材に興味を示しているっていうふうにされてしまっていたのがあって怖いと思ってそんなことがありましたね。デスクたちもそう言ってますよね。あ、そんなもんだよみたいな。あ、確かにそうかもしれないね、はい、ルポ超高級老人ホームという、うん、ノンフィクションがですね、うん、ダイヤモンド社から8月7日に発売になりまして、うん、ぜひよろしくお願いします、うんうん、ガチ取材でね、ガチ取材で書き下ろしでやってますので、うん、絶対、はいはい、